の時間をちょっと過ぎてしまいました。ごめんなさい。改めまして、ようこそ湯原温泉八景いらっしゃいました。ありがとうございます。先ほど、どれぐらいですか、4時ぐらいだったんですかね、すっごい吹雪になりまして、なんかもう下から上に巻き上げるような大丈夫かなみたいな感じだったんですが、前回ね、1月12日に初めてやらせていただいた時もそんな天気だったんですが、まあ今は落ち着いてちょっとちらほらといった感じで推移していると思います。外は極寒、中は常夏ね。第2回、早速もう第2回目となります。湯原温泉八景プロデュース真冬のアロハ始めさせていただきたいと思います。お時間いっぱいまでよろしくお付き合いください。ありがとうございます。またこんなにも来ていただきまして本当にありがとうございます。前回もね、すごくいい感じで、初めての試みだったんですがすごくいい感じで終わることができまして、我々もとっても喜んでおりましたが、今回はまだちょっと趣向をね、味わいを変えまして、お届けしたいと思っております。もともとですね、イベントといえば大体夏とかね、秋とか、いい感じの時、春はおぼこちゃんと静かにする春は花見ね、夏はいろいろありますね、納涼祭から花火からね、何かあります、秋祭りもたくさんありますが、なかなかちょっと冬のイベントがないじゃないかとね、なかなか そのファミリーで雪合戦に行くわけにもいかないですし、なかなかちょっとこうしっとり楽しめるものがないかなということで、おかみさんが提案をしていただきまして、去年の夏か秋ぐらいだったんですかね、こんなんちょっとやりたいなみたいなことをおかみさんからお話をいただきまして、我々もちょっと微力ながら、あ、じゃあちょっとそれに肉付けしてなんか楽しいものができないかなということで、おかみさんと相談させていただきながら、前回1月12日第1回の、真冬のアロハと題しましてここでやらせていただきましたが、今回第2回目、早速もう1ヶ月経たないんですけどね、間髪を入れず2回目、楽しんでいきたいと思いますが、よろしくお願いします。この後、8時までね、大体ですけどね、ハワイアンですからゆるくいきますけどね、この後大体8時ぐらいまでいろんなメニューで楽しんでいただきたいと思います。まずは我々、自己紹介させていただきます。ウルトラ素人集団ホワロハウクレレクラブです。よろしくお願いします。本当に素人ですからね、びっくりしないでくださいね。そして我々だけでは、とても心配ですので、こっからね、プロこっから、ベテランの皆さんに今日は強力にサポートしていただきながら進めていきたいと思います。パーカッション石原浩二そして、もう見るからにもうベテラン、もうパリパリのベテランの皆さんにお越しいただきました。中村信夫とブルーハワイアンズの皆さんです。よろしくお願いします。しびれますよ。あれあれあれ、大概もあれで始まってあれで終わったのもいい感じだ。もう全部スチールギターマックスですからね今日は。よろしくお願いしたいと思います。さあそれでは、ここからの30分は我々フォアローファーウクレレクラブがちょっと主体な感じでお届けさせていただいて、その後はもうがっちりと中村さんのバンドに楽しんでいただいて、そして最後は、先ほどちょっとチラチラと綺麗なお姉さん方が見えましたが、最後はフラの教室ね、ちょっとレクチャーも含めたりしながら皆さんにももう一緒に踊っていただくというようなスタイルで、で最後一曲ずらーっとこうね、締めていけたらなと思っております。もうその辺はもう何となくもうこうやってる間でこう流れでこうぐわーっとこう固まってくる感じになると思いますのでね、ただ聞くだけじゃないですよ、今日はもう参加型ですからね、皆さんぜひ一緒に踊って帰っていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは、私の恥ずかしい歌からあれじゃないですね、まず名刺代わりに、フォアロファですね、踊りたいんですけどちょっと待ちましょう。名刺代わりなんですけど、フォアロファウクレレクラブの、クレイジー G から聴いてもらいたいと思います。この曲は、ウクレレでは非常にポピュラーな曲で、大体ハワイの現地の子供たちがウクレレを持ったらまずこれを通るという曲らしいです。それではフォアロファウクレレクラブの名刺代わりにクレイジー G から聴いていただいています。よろしくお願いします。Thank you.
クレイジーです。ちょいミスった。いつも通りですね。大体これぐらいですか。先に言い訳しておきましょう。一昨日の秋にデビューしまして、素人集団でまだ、5ステージぐらいしかやってませんので、もう真剣な素人ですからね。皆さんよりちょっと上手いくらい。いやでもひょっとしたら皆さんの中にはもっと上手い方がおられるかもしれませんので、次回はぜひこっち側で楽しんでくださいね。聞くだけでなくてね、はい、よろしくお願いします。さあそれでは、問題の僕のヘサピーナムサラオからちょっとここから始まるんですが、申し訳ございませんね。まあ、金額の方はお料理の方で紹介していただくということでね、許していただきたいと思いますけど。さあそれでは、2曲目は、まあ、タイトルは皆さん聞かれたことがあるかと思いますが、名曲アロハオエ、ね。なかなか、まあ、曲を全部聴く機会というのはそんなにないのかもしれませんが、まあ、今日はひょっとしたら初めてという方もおられるかもしれません。僕の下手っぴなことで申し訳ないんですが、名曲アロハオエから聴いてください。よろしくお願いします。次は、こちらも名曲ブルーハワイ。これエルビスで有名になりましたけどね、そうもう50年以上前の映画だと思います。ブルーハワイで、若き日のエルビスで歌いました。こちらも名曲ブルーハワイを、聴いていただきたいと思います。さあそれでは My mind's in the
Thank you.
ありがとうございました。会話の間でした。この入りが一番緊張するんですけどね、大体外すんですよ、入りがね、イワホーみたいな。見てください、この小学生のようなカンペ。さあ、次々と紹介していきたいと思いますけど、次は、あ、もうあれですか。じゃあちょっと、僕の歌だけでは非常に申し訳ないので、ちょっと素晴らしい花を添えさせていただきましょう。じゃあフラの皆さん入ってください、よろしくお願いします。じゃあ1曲だけフラの皆さんとやらせていただきたいと思います。これ、この辺にスピーカーから離れないでね。言い訳したくないんですが、次の歌は僕が一番自信がない歌ですので、心して聴いてください。
最後頼んだね。非常にお恥ずかしい時間がやっと過ぎてくれてよかったです。いよいよ最後の曲となりまして、この後はちゃんとした方々の演奏が来ますからね。はい、もう一曲辛抱してくださいね。はい、中でも一番自信のあるやつを最後に持っていきたいと思います。自分でハードルを上げていきたいと思います。最後の曲はプアリリレフアとこういう曲です。これもとても美しい人が歌うと美しい曲なんですが、まあ、僕程度でちょっと今回は失礼したいと思いますが、何か言い残したことありませんか、皆さん大丈夫ですか。じゃあ早めにベテランの方々にバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、フォアロファーウクレレクラブ最後の曲です。プアリリレフは聴いてください。お願いします。